明けましておめでとうございます。みひろです。10月25日にチャンネル登録者数が100名を突破して、そこから割と更新頻度高く動画アップしていたんですけれども、年末にチャンネル登録者数が200人を突破することができました。ありがとうございます。本当に嬉しいです。で、今は1月4日なんですけれども、227人の方がチャンネルを登録してくださっています。ありがとうございます。私がやっている SNS のフォロワー、どのフォロワーよりも多いです。すごいびっくりしています。ありがとうございます。なんか友達にも YouTube やってるんだよっていう風に言うは言うけど、みんながみんなね登録してくれてるとは私も思わないし、そうやって考えると227人中、まあ、27人友達だったとしても200人の人とこんな知らない方とつながれるなんて、私自身すっごい嬉しいし驚いています。あと私のその再生回数が多い動画っていうのは、フラグメントケースの動画と iPhone 12 Pro Max を購入しましたっていう動画の2つなんですけど、これに関してはすごい活発にコメントとかフィードバックくださる方が多くて、私としてもすごい嬉しいです。で、 YouTube って SNS の一種なんですけど、やっぱりこうコミュニケーションしてこそすごく自分も嬉しさややりがいを感じるなっていうのを感じました。私が発信したい情報を発信してるんだけれども、決して動画をアップロードしたところで自分のそのやりがいが得られるかっていうと、やっぱ全然そうじゃないんですよね。見てくれる方が多かったりとか、やっぱり高評価の数だったりとか、あとはもう純粋に思ったことをコメントしてくださる方、やっぱりそういう見てくださる方、フィードバックしてくださる方がいてこそ、自分のやりがいだったり、あ、今度じゃあこういう動画作ろうかな、あ、こういう動画だったらみんなと一緒に楽しめるんじゃないかなっていうアイディアもどんどん浮かんでくるので、これからも見てくださったら、こういろいろアクションを私に起こしてくれるとすごくありがたいですし、嬉しいです。そうですね、嬉しいです2021年はやっぱり自身としてもこの YouTube 動画の発信っていうのは続けていきたいなっていうふうに思っています。私自身気分にめちゃくちゃムラがあるので、今みたいにね、動画あれ投稿してないなみたいなことがあるかもしれないですけど、必ず頭の片隅にはあるので、ちゃんと動画は出します。出し続けようと思います。で、今227人の方が登録者数じゃないですか。やっぱり目指すところは1000人の登録者、お友達を増やしたいなっていうふうに思っているので、2021年も私らしく自分が発信したい動画を発信していきたいと思います。なのでこれからもよろしくお願いします。本当にね、227人の方が自分のことをチャンネル登録してくれるっていうのが本当にすごいびっくり、何度も言うけど。あと特に YouTube って別にチャンネル登録しなくても見れるじゃないですか。だからそんな中で登録してくれるっていうのは本当にすごいなっていうことだって、一人一人増えるたびに実感しています。そういう思いも伝えたいなって思ったので動画にしました。なので改めまして明けましておめでとうございます。昨年は本当にありがとうございました。今年も頑張りますっていうこの3点をお伝えしました。それでは今から韓国語教室に行ってきます。今年もよろしくお願いします。じゃあねー。